イオンモール日の出にサンサンキッズがやってくる。みんなごまんべるぶん、サンサンとグモリンです。今日はこれ、チロルチョコで巨大ドット絵作り。一個ずつ置いていろんな絵を作ってみよう。このイラストは何かな。レッツプレイ。今日のおやつはチロルチョコ。小さくて甘くて美味しいよね。あら、おやつの時間かしら。スコーン、私も一緒に食べていいかしら。これってつくもがドット絵になってる。これどうやって作ったの。このチロルチョコを使ったのよ。え、チロルチョコで絵が作れるの、楽しそう。僕もやってみたい。それじゃあ一緒にやってみましょう。このチロルチョコたちを使うわよ。うわー、いろんな色のチロルチョコがいっぱいある。いただきます。ほら、つまみ食いしないの。あー、バレないと思ったのに。まず簡単な絵から作ってみましょう。例えばこれをこうして、あ、いちごだ。ブッブー、ハートよ。僕も作ってみたいけど、どうやって作ればいいの。チロル食べたらわかるっしょ。だから食べちゃダメ。難しい時はこれを使うといいわよ。あ、アミアミの紙だ。このマスの紙に作りたい絵を描いて、その通りにチョコを置くとうまく作れるわよ。なるほど、お絵描き通りに置いて、できた。あ、バナナだ。全然違う。オムライスね。ピンポーン。あ、これってもしかして、ちょっと何するのさ。まあ見てなさいって。これをこうしたら、じゃじゃーん。あー、僕のオムライスがバナナになっちゃった。あら、チョコのパーツを組み替えて違うイラストを作ったのね。えへへ、くもりん天才ねーす。あ、じゃあさっきのハートをこうしたら、見て、太陽の完成。わあ、まぶしい。じゃあこっちは白いチョコと、このチョコたちを使ってこうやってこうしたら、キューイドロドロー。わあ、お化け。えへ、ドッキリ大成功。ふう、びっくりした。チロルチョコでいろんな絵を作るの楽しいね。こんなにいっぱいあるから何でも作れちゃうね。完成。雲、太陽。うん、サンサンどうしたの。ピコッとひらめいた。このチロルチョコを使って僕とクモリンのチョコドット絵作ってみようよ。チロルチョコで僕たちを作るの、楽しそう。やるやる。ナイスアイディアね。それじゃあこれを使ってやってみましょう。それじゃあまずはカキカキ。まず鉛筆で下書きを書いて、上から塗り塗り。サンサン塗り塗り。うん、いい感じ。じゃあ次は僕、下書きカキカキ。そしたら次は色ペンで、カキ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 、クモリンカキカキ。
もいい感じ。それじゃあ絵の通りにチョコを置いていきましょう。机にラップを敷いて、まずは横に4個、ここにもポンポンポン。紙のマスの数をチェックして、ポンポンポン。あ、ジャンさんの体ができてきてる。どんどん作っていくよ。ポンポンスポポンスポポンポン。あ、よいしょ。ポンポンスポポンスポポンポン。はい、バナナ。ちょっと変な掛け声入れないでよ。盛り上がるかなと思って。もうまたそんなこと言って。みんなはどんな僕ができると思う？気になる子はグッドボタン。あら、サンさん、ここちょっと変じゃない？あれ、ほんとだ、ここちょっとずれてる。紙をちゃんと見ながら作るのがポイントね。でもこれでよし。次は僕。シノはこれ使おうっと。あら、雲がクモリンになるのね。うん、もっとかっこよく変身させてあげるんだ。ポンポンスポポンスポポンポン。あ、そうで。ポンポンスポポンスポポンポン。あ、クモリン。あれ、ザンさんもやりたくなっちゃった？別に、たまたまだもん。これで最後。二人ともできたわね。それじゃあお互いのチョコを見てみましょう。それじゃあせーの。わー、僕たちがドット絵になってる。しかも大きい。僕のもふわふわの雲がカクカクに見えて面白い。まるでゲームの中にいるみたいだね。ねえねえ、チョコずっと見てたらお腹空いちゃったよ。もう食べていい？そうね、食べましょう。僕はこのチロルチョコで別の絵が作れないか試してみる。あら、いいわね。いっぱいあるからいろんな組み替えができそうね。僕のこの角の黄色も使っていいよ。この角はバナナにもなるスーパーチョコだからね。そうだ、チーム！バナナ！みんな、コマンドレモン！サンサンとんごもりウィンツ！今日はこれ！僕たちそっくりのパフェを作ったよ。甘いまで美味しそう。レッツクッキー！お腹すいたね。あ、僕さっきアイス買ってきたんだ。おやつに食べようよ。いいね、食べよう食べよう。あら、美味しそうね。つくも、つくもも一緒に食べようよ。あら、ありがとう。でも私にはこれがあるから大丈夫よ。あ、これってもしかしてパフェ？しかもつくもにそっくりなアイスも乗ってる。それにお菓子もフルーツもいっぱいで美味しそう。ということで、あー、勝手につくものおやつ食べないの？これどうやって作ったの？僕たちも作りたい。僕も。いいわよ、それじゃあ一緒に作りましょう。みんな、コマンドレモン。サンさんとクモリンです。今日はこれ、牛乳パックで僕そっくりのアイスを作ってみたよ。大きいアイスでヒヤヒヤ、うまうま。レッツクッキー。暑い。溶けちゃうよ。あ、そうだ、僕さっき牛乳を冷やしておいたんだよね。キンキンだからきっと美味しいぞ。牛乳。クモリン、牛乳には栄養がいっぱいあるんだよ。ほら、一緒に飲もう。僕牛乳好きじゃないからいらない。それならこれはどうかしら。つくも、これ牛乳じゃん。僕いらないよ。中身を見たらきっとびっくりするわよ。本当かな。せーの。わ、つくもが出てきた。それに飲み物じゃない。そう、これは牛乳丸ごとアイスよ。これどうやって作ったの？僕も作ってみたい。それじゃあ一緒に作ってみましょうか。持って、キキ、いっぱい、クノール、カップスープ、牛乳で作るシリーズ。材料はこれよ。牛乳、生クリームに卵と砂糖だね。まずはお鍋に材料を入れて優しくかき混ぜてちょうだい。混ぜ混ぜ、優しく混ぜ混ぜ。
そしたらとろっとするまで弱火で煮てちょうだい。おいしくなーれ、おいしくなーれ。見て、とろっとしてきたかも。いい感じね。真っ白な僕にそっくり。つくも、僕そっくりの色にもできる？それじゃあこれを使いましょう。少し入れて混ぜたら、僕と同じ黄色だ。ああ、僕の色が。くもりんのは新しく作りましょう。うん、一安心。もう牛乳パックに入れる？まだ熱くて入れられないから、冷めるまで少し置いておきましょう。そろそろいいかな。そうね。そしたらよく洗った牛乳パックを用意して中に入れていくわよ。そーっと、そーっと。緊張する。みんな、僕が上手に入れられるようにグッドボタンで応援して。チョロチョロチョロ。これで最後。そしたら冷凍庫で冷やすわよ。もう、でもちょっと物足りないな。そうだ、これをこうして、こうしたら、うん、完成が楽しみだな。あ、くもりんいいことしてる。そしたら僕はこれとこれを入れて、うん、いい感じ。あら、二人とも何してるの？内緒。後でのお楽しみ。ん？準備ができたら冷凍庫に入れましょう。1時間くらい冷やして表面が固まったら、トッピングで顔を作るわよ。頭のところは入らないから後でつけましょうか。目と鼻をつけて、ほっぺとお口をちょちょっとつけたら、うん、いい感じ。僕はお菓子をこうして、こうしたら、おい、スーパーキューティー。二人ともよくできたわね。そしたら最後にもう一回冷凍庫で冷やしましょう。もう待ちきれないよ。そろそろいいわね。わーい、早く食べよう。せーの。で、出てこない。早く食べたいのに。あらあら、くっついちゃってるのね。そしたら細い棒か何かをアイスと牛乳パックの間に差し込んで、隙間を作ってあげるといいわよ。アイスさん出ておいで。せーの。あ、出てきた。そいやっさん、僕も出てきた。僕の顔が発射されたみたいで面白い。僕の顔取れちゃった。けど作り直せばいいよね。角をつけるんだった。僕もヒラヒラつけよっと。これでもっと完璧だに。二人とも上手にできたわね。そしたら溶けないうちに食べましょう。はーい、いただきます。うーん、お菓子と牛乳がマッチしてて美味しい。あら、中にお菓子を入れたのね。うん、いろんなお菓子を入れたんだ。ポリポリ、ふわふわで、いろんな食感が楽しい。くもりん、食べないの？だって、作るのは楽しかったけど、僕の苦手な牛乳だもん。大丈夫だよ、食べてみよう。頑張って作ったんだもの、きっと美味しいわよ。二人がそう言うなら、あーん。どう？アレンジでバナナ入れたのもナイスアイデアね。これならいくらでも食べられちゃう。うん、美味しかった。食べるの早。さんさん、食べないならもらっちゃうよ。ダメ、これは僕の。もう牛乳大好きになったみたいね。うん、そうだ。さんさん、次は牛乳プリン作ろうよ。おっきいの作ったらきっと楽しいよ。そうだ、牛乳。のアイスを作ったよ。みんなも真似して作ってみてね。作ってくれた子はハッシュタグさんさん作ってみたで SNS に投稿して教えてね。待ってるよ。夏のキッズに夏が来た。書いて、遊んで、バトルして、目指せ最強の落書きを。わ
みんなでおやつタイムかしら。うん、つくのも一緒に食べよう。ありがとう。でも私はこれがあるから大丈夫よ。え、何そのかき氷、つくもそっくり。どうやって作ったの？僕も作ってみたい。僕もじゃあ一緒に作ってみましょうか。パーパトロールダイノステーションへ集合。くるっと変形、ダイノパトローラーで助けに行こう。どんなトラブルもパウッと解決。ナナナ、材料はこれよ。わーい、バナナだ。いただきます。バナナはまだ使わないから食べちゃダメよ。はい。何から始めればいいの？まずは自分たちの色の氷を作るわよ。そしたら僕は、あ、これとかいいかも。サンさんにそっくりな色を選べたわね。そしたらこの中に入れてちょうだい。はーい、いってらっしゃい。そしたら下にお皿をセットして、蓋を閉めてぐるぐるしてちょうだい。ぐる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 。あ、氷が出てきた。ぐるぐる楽しそう。もうちょっとかな。そうね、足りないときは追加で入れるのもいいわね。ぐる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 、アイスをぐるぐる。見て、いい感じにお山になったよ。そしたらデコレーションしていきましょう。お目目とほっぺをつけて、ひらひらはこれ、ちょこっとチョコペンで書いて。みんなはどんなかき氷になると思う？気になる子はグッドボタン。あとこれをこうしたらできた。僕のかき氷。わー、サンサンそっくり。キラキラのところも果物で美味しそう。よし、僕も作るぞ。けど白いアイスがないや。そういう時は作りましょ。牛乳に砂糖を溶かして、冷めたら付属のカップに入れてちょうだい。カップ満パンに入れないようにするのがコツよ。そしたらこれは冷凍庫だね。しっかり固まったら型から外して、かき氷機にポンだね。そしたらレッツぐるぐるよ。わーい、ぐる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 。かき氷になーに、かき氷になーに。ポン、僕もできた。曇りみたいに真っ白の氷だ。そしたらデコレーションね。もちろん角はこれ、お目目とほっぺもちょんちょんちょん。トッピングにはもちろんこれ、バナナバナナバナナ。できた、僕のかき氷。わあ、真っ白なくもりんそっくり。バナナもいっぱいで美味しそう。次は私作る。ピンクはどうすればいいかわかんない。バナナ入れたらピンクになるとか。そうそう、食べたらほっぺもピンク色に。そんなわけないでしょ。ピンクはこれを使いましょう。これはかき氷のシロップ。ええ、これを水に溶かして、そしたらここに入れるわよ。あれ、こっちは使わないの？こっちのトレイでも作れるのよ。どんなかき氷になるかな。固まったらここに入れてちょうだい。蓋を閉めたらレッツぐるぐる、ぐる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 。あ、ピンクの氷が出てきた。きれい。このくらいかな。そしたらデコレーションね。お顔はこれを使うけど、ふわふわのプリティーな耳はどうしよう。あ、これとかいいかも。生クリームをどうするの？クリームに色をつけて、こうすれば。わ、ふわふわのピンクの生クリームになった。これをかき氷の上に乗せて、ちょちょいっとこうしたら、できた。ふわふわプリティーかき氷。3人ともいい感じね。それじゃ溶けないうちに食べてみましょう。わーい、いただきます。うーん、シャリッと甘うまで美味しい。あーむ、こっちもバナナと甘いミルクの味がマッチしてて美味しい。こっちは
はどこ食べてもいちご味だし、ふわふわのクリームも美味しい。こんなに美味しく作れるなら、僕たちかき氷屋さんになれちゃうんじゃない？いいね！もっと違う味でも作ってみたい。私ももっとプリティなかき氷作る。よし、それじゃあ僕はバナナだけのバナナかき氷作っちゃうぞ。そうだ、バナナも僕たちそっくりのかき氷真似して作ってみてね。作ってくれた子はハッシュタグさんさん作ってみたで投稿してね。待ってるよ。みんなコマンドレムさっさとくもりんです。今日はこれ、お店のアイスを僕たちに大変身させてみたよ。ひんやりうまうまアイスで夏バテを吹っ飛ばそう。レッツクッキン。暑い。お家にいても暑いね。あら、二人とも元気ないわね。つくもだ。なんでそんなに元気なの？私にはスペシャルなおやつがあるもの。いただきます。え、ちょっと待った。何そのアイス。お店で売ってるアイスをちょこっとアレンジしてみたの。つくもそっくりだ。いいな、いいな、も作りたい。いいわよ、一緒に作りましょう。まずはアイスを選んでちょうだい。この中で僕の体の色にぴったりなのはこれとかどう？それはクモリンの色のアイスでしょ。いっぱいあって迷っちゃうな。画面の前のみんな、僕にぴったりのアイスを見つけた子はグッドボタンで教えて。あ、これとかいいかも。ほんとだ、サンさんと同じ黄色。黄色と言ったらバナナ。バナナと言ったらって遊ばない。それじゃあ作ってみましょう。まずは赤いチョコペンでひらひらを描いて、次にお菓子でお目目をちょんちょん。見て見て、いい感じじゃない？ぴゃー、お耳落ちちゃった。あらあら、棒アイスだとお菓子が乗りにくいからチョコペンで描くといいわよ。はーい。そしたらもう一回お目目とお口を描いてチャックを描いたらできた。わー、サンサンだ。ちゃんとチャックまであるわね。よし、僕も張り切っちゃうぞ。何にしよっかな、何にしよっかな。これだ、バカリンちゃん。おいしそうな白。そしたらこのバナナにそっくりなお菓子を、あ、角にするんだ。パックンちゃんで食べるんかい。ついけど、ザンザン大正解。顔はこれにしよっと。それ落ちちゃうよ。でも僕のつぶらな瞳にぴったりなお菓子はこれしかない。ほら見て、ザンザン完璧。落ちちゃうよ。で、落ちてこない。カップのアイスの方がお菓子がしっかりくっつくのね。それじゃあほっぺはこのお菓子を置いてお口を描いたらできた。ぼく、あら、そっくりに作れたわね。二人ともいい感じじゃない。ザンザン、早く食べてみようよ。うん。あ、でもアイスまだこんなに残ってる。そうだ、クマリン、このアイスたちで他のみんなも作ってみようよ。プリルたちを作るの？いいね、楽しそう。プリルはこれだよね。マグリンちゃん、あ、甘いイチゴのいい匂い。まずはチョコペンでお顔を描いてリボンをカキカキ。見て見て、もうプリルにそっくり。ザンザン、あっちでいいもの見つけたよ。ほら、キラキラでカラフルでプリルにぴったりね。これをここにちょちょいとかけて、わあ、プリルがさらにプリティになった。よーし、次は BB は、どれだろう。茶色のアイスがいいよね。これは？それは白色だから違うよ。こっちはどうだ。それは黄色だから BB の色じゃないよ。じゃあこれだ。それは水色。わあ、くもり
品ちゃんと選んでってば。ごめんごめん。じゃあこれは？だからってそれだ。やった、くもりん天才です。もうたまたまでしょ。そしたらチョコペンで頭と顔を描いて、カキ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 。耳はどうしようかな。これはどうかしら。あ、いいね、さすがつくも。けどどうやってつけるの。ふふん、ここだよ。ここにお菓子を刺したら耳になった。そしたら最後の飾り付けをしてビリーアイスの完成。それじゃあ次はノイズ。ノイズだったな、これだね。ノイズの頭のところは黒いから、あ、これとかいいかも。上らへんに乗せて、あれ、あんまり綺麗に置けないよ。そういう時はこれを使うといいわよ。お菓子を袋の中に入れて、そのままトントントーン。わあ、楽しい。黒い粉になった。それをノイズの形になるように乗せたら、ノイズの頭になった。そしたら角をつけて、お顔を描いたら、できた、ノイズアイス。あらあら、みんなそっくりにできたわね。どれも美味しいぞ。溶けないうちに食べよう。いただきます。おー、甘うまだ。僕のは、バニラアイスとお菓子が合わさってサクッとトロうま。雲も一緒に食べよう。ありがとう。それじゃあ私はプリンのアイスもらおうかしら。いただきます。甘酸っぱいイチゴとチョコがマッチしてて美味しいわ。次は BB のアイス食べてみようっと。これもサクッとトロッと美味しい。こっちのノイズのアイスもすっごく美味しいよ。やっとうまうまなアイスだったね。うん、これなら暑い夏も乗り切れるかも。見てるみんなもぜひ真似して作ってみてね。作ってくれた子はハッシュタグサンサン作ってみたで投稿してね。みんなの投稿待ってるよ。